これは何でしょう。生春巻きとどら焼き。答えは。あ、違う、2つじゃなかった。ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえます。はい、何でしょう。子供か子供か、子供か。前回もあの移した後にね、一人誰か入居させたはず。まあ今はとりあえず保留でね。はい、今は旅に出せないみたいです。一人出しさせるのは少し後にします。はい、保留です。以上かな。よし、はい、それじゃあマンション見てこう。あ、待ってハートおるやん。この辺子供かな。ヨミちゃん、ヨミちゃんって相手おらんかったっけ。おらんかったんかな。おらんわ。なんでもないです、ほっといてください。誰相手誰。実は私、ゆうきも、まなりも好きなんです。おお。どっちに告白すればいいでしょうか。あれ、どっちも相手おらんかったあれ、どっちも相手おったような気がするんやけどな。とりあえず当たって砕きさせるか、まなりさんで。どんな感じで告白したらいいですか。可愛く行こう。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所、公園で。その前に着替えた方がいいですかね。こんな季節にね、公園に呼び出してくるのめっちゃ嫌やけど。なんかちょっと派手すぎるような気がするけん、着替えよっか。ねえ、なんか、どこのパーティーに行くんみたいな格好をしとるけん。とりあえず、冬のワンピースで行こう。かわいいよ。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。頑張れ。お、来た来た。せーの。まずお面に対して何か言ってあげた方がいいような気がするけど。まあでもこれがデフォやけんかな。ごめんなさい。ですよねー。相手おるもんねああ。落ち込んでしまった。どう？リベンジとかはせん？する気ない？お！燃えてんなぁ。いいぞいいぞ。うんうんうん。気が済むなら、いってらっしゃい。うわ、プレゼントまで買って。それはちょっとお金の無駄になってしまう気がするけど、まあ。あ、誰か他の人来た。友達に頼むなって。マナリはあなたと付き合うの。友達に頼むなって自分で来いって傷つく。それが一番傷つく上に一番引きずる気がする。本人にバッサリ言われた方が絶対諦めるよね。すごく残念な結果に終わりました。くっ。もう諦めようと思います。ほら、本人が言ってくれんけんさ、全然もう、うじうじモードに入ってしまったやん。あ、まあまあ、時間が解決してくれるということで、せっかくのお初雪さん？初雪さんと結婚しとるよね？子供？え、しとったよね？別れてないよね？ですよね？ですよね。私とユリの間に子供がいたら、おー、新たな子供や。うんうんうん。いいと思うよ。ですよね。うん。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品一応役をもらいました。ありがとう。この間、ユリと思いっきり夫婦喧嘩しちゃいました。マジで？いやでもなんか、仲いいやろ。大丈夫よ。喧嘩するほど仲がいいって言うけん。お、怒ってるな。喧嘩？せつなさん、入ります。そんな格好でプンプンしてもね。もみさんと喧嘩しました。ふんふん。腹立たします。仲直りしてくださいまし。
じゃあこのイライラも沈めてください。大好物系は何も出てないんよね。卵焼きどうぞ。いただきます。すごく美味しかった。お、よかったよかった。私はね、圧倒的に圧倒的にだし系なんよね私甘い卵焼きというのが好きではなくね、前々から言うおかずに甘いものを求めてないっていう。この間はごめんなさい。仲直りできるか。許しません。うわー、即答。マジで？二人ともそんな間抜けな格好しとるのに。喧嘩の時ぐらい外しなよ。うまくいきませんでした。ダメでした。はぁ。人生、そううまくいかないものですね。そういうこともある。まあ、きっとそのうち仲直りできるけんね、大丈夫よ。なんならすぐに相手が切り替えてくる可能性もあるし。お、サッチオくん、入ります。一緒に遊んでくれますか？ふんふん、遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問、ででん。これは何でしょう？生春巻きとどら焼き。答えは。あ、違う、2つじゃなかった。生春巻きでした。1個だけやった。なるほどね。よかった、生春巻き先に言っといて。シルエットクイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？ホットケーキ。答えは、ホットケーキでした。シルエットクイーン、最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう？グミ。答えは、グミでした。よし、オッケー。なんかグミとかさ、ラムネ系のお菓子ってさ、なんか結構好きやったのにいつの間にかなくなっとるものとかあるんよね。あ、まあ、グミは元からの好きじゃないんやけどさ、どれか選んでください、ね、その中ではぐらいの一番小さいの。お宝木のスプーンをもらいました。ありがとう。お父さんは僕にとっていい父親です。うんうんうん、それはいいことだね。え、お父さんって誰やった？君のお父さんって一体誰だったかしら。ちょ待って、気になるな。みよ、あゆなのそっくりさん、ヨミさんだ。なるほど、ユミさんはサッチオくんにとっていいお父さん。いいことだな。はい、そして、ヨヘイさん、入ります。一緒に遊んでくれますか？あれ、さっき喧嘩しとったのって、せつなさんとヨミさんやったっけ？友達関係はちょっとあれなんやな。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。相手のフィギュアを倒すカードをひょん外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。残った。残った、残った、残った。あぶねえ、反応してなかった、最初。いけ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 。よし。オッケー。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。中くらいで。お宝、なんかの鍵をもらいました。ありがとう。ツイーンと親友になるなんて、初めて会った時は思いもしませんでした。関係は良好？信頼してる。よき。それじゃあ、枝豆でも、どうぞ。いただきます。はいはい。コーンフレーク苦手ってなんか、珍しいね。私、コーンフレーク大好きなんやけど。まあ、常にチョコ味なんやけどね、私。プレーンの方じゃなくて。プレーンってか、シュガーじゃなくて。実用品、風邪薬をもらいました。
ありがとう。小さい頃から大好きなんよね。美味しくない？おやつとしても食べたいぐらい美味しいんやけど。よし、それじゃあそろそろみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。ミカちゃんの頭よ。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。はい、そしてメインニュース見てこう。こんにちは。こんにちは。ちょうどニュースをお伝えします。お願いします。間一髪の事件が起こりました。なになに？昨日もも大吉がかくれんぼもしていて、マグカップに隠れたところ、サイズ感が出られなくなってしまいました。サイズ感がすごいよね。マグカップにはアイスミルクティーが入っていたので、大吉はこぼえかけましたが、鬼役の遊歌詞に見つかり無事救助されました。鬼役の遊歌詞というのはあの手か。でかさが全然違うけど。最近で一番のニュースです。ジーンとはしないな。今更、はい、結構前のニュースってこと？でも現実でもよくあるよね。なんかこれ結構前に見たけど、なんで今更また取り上げられとんみたいな。まあ、多分もう一回、なんかテレビで話題になったりとか、本人が話題に出したりとかして、ニュースに取り上げられようやろうけど。ひるいち。誰にでもよく似合う。チアガールの服。絶対寒いけど、買います。買いましょう、それは。お、おまけまで、ありがとう。実用品万華鏡をおまけしてもらいました。毎度あり。はい。全然実用的じゃない実用品やけどな。はい、それじゃあ、よしはるくん、入ります。あゆなのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶり。わしと友達になりたいです。ふんふん、わちちゃん。いいと思うよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？聞き手に回ろう。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。はぁ、寒そうな部屋だな。女の子はね、全体的に話聞いてほしい人が多いと思うけんね。どう？よし、いいぞ。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかったです。お礼にこれもあげます。なんだろうか。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。この前、あやさそういえばさ、この間なんか、今年の、花粉めちゃくちゃひどいみたいなの聞いたんやけど、なんか、ね、今まで花粉症じゃなかった人ももしかしたらなるかもしれんぐらいの、すごさなんやろ？いただきます。何年に一度って言った？ 10 年に一度ぐらいのって言ったっけ？やばいね。私、花粉、微塵も感じたことがないけんよくわからんねやけど、花粉症の人見よったら辛そうやなっていうのはわかるもん。ね、学校とか行きよってもさ、あれやん。箱ティッシュとか机の上に置いとった子とかおったもんね。すげえなって思いよったけど、めっちゃ人ごと。はい、タキシードどうぞ。服、タキシードをプレゼントしました。いつもありがとうございます。うんうん。私からのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。うん、楽しそうだな。ご機嫌ですね。いいと思う。ほい、ということで、もうハートはないか？今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで、次回撮影するときには、多分子供が
マレートンかな、誰んとこやっけ初雪さんのとこやの子供が生まれてるでしょう。そして今落ち込んどる子たちもきっと立ち直っとるはず